こんにちは。今日も気持ちよくテネレ700でツーリング中です。今日はですね、まあツーリングはね、まあ当然したいんですけど、なぜかというところがですね、ちょっと見てもらったら分かると思うんですが、この前のレイアウトを変えました。ナビをですね、ちょっとこう真ん中に持ってきてですね、こう真ん中にこう並べるようにしました。そうすると GPS ロガーを、ここにないんですけど、ちょうどここですね、こう右の下のところにつけました。ちょっとね、この前がごちゃ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 してたんで、ちょっとそれを、まあ、すっきりしようかなと、そういうことですね。まあそんなとこでね、ちょっと気持ちよくスタートしたいなと思っていますので、今日もよろしくお願いします。このレイアウトの方がなんとなくすっきりしとうかな。まあもうちょっと場所というか真ん中中央っていうのはもうこれがいいと思うんやけどね。マウントっていうかね、それをつけるやつはこれサインハウスっていうやつなんですよね。でもなんちゅうかな、 ラムっていうね、マウントの方がなんとなく、まあ、扱いやすいっていうかね、そういうのもあって、ラムに変えようかなと思ってるんですけどね、ランマウントにね。この辺がですね、まあ椿町っていうところですね。本当に綺麗な町ですよね。もう大好きですけどね。ここをですね、この三叉路っていうか T 字路を右へ行くと、鴨田岬、四国の最東端に行くことができます。で、今から行く、私が今日行きたいところですね、椿止まりというところは、このまままっすぐ行きます。この辺からかな、まだかな。椿止まりっていうのはね、本当に左右に、家があって、漁業のね、漁村で、道がものすごい狭いんですよね、これ。だから四輪の車で行こうとすると、だいぶまあ腕がうまいかなんかでないと、こすったりするんですよね。これぐらいのとこだって行けるんやけど、なんかねクランクみたいになってるところがあってね、もう大変なんですけどね。バイクやなんかだったら全然そんな、まあ心配する必要はないんですけど。もうなんか素晴らしいよね、この感じ。素敵です。ちゅうか、まあなんかちょっと気をつけていかなんだら、まあ、出会い頭やと、ほらもうね、どないしょうもないんで、ゆっくり行きます。それとこの鏡を見ながら、ここなんかは狭い感じだもんね。でもまあなんていうかムードはあるでしょ。まあ稲のね、船屋とかああいうとこ、京都のね、あれまあ有名ですけど、まあ、あれはね、下から家の下にというか船がつくや、そういうちょっと特殊なあれはありますけど、こう負けないぐらいこの辺綺麗ですよね。こうなんちゅう伝統的なと申しましょうかというかね、昔からのおしゃれな感じがありますよ、家の作りでもね。ここに速度落とせって書いてあるのがすごいびっくりするね。ここを速度を落とさないで走る、
車がおるっちゅうこっちゃもんね速度落とせてこっついなこれ誰な速度落とさんのがっていう感じだおもうだいぶ椿止まりの先端まで先端が近くなってきましたああここが先端なんですよね車で行ける先端ですけどここがまあ先端ですこの向こうにね、灯台があるのでちょっとそこまでは行ってみようと思いますが、それでは今からねちょっと一番先のまあ岬のところまで行ってみようかなと思っています、バイクは今ここの駐車場にこんな風にして置いてありますねでは今からちょっと行ってきますでその前にこう見えるのがねそのずっと向こうの方ですけど大きい方が石丸ですねでそこにちょうど、灯台が見えてきました灯台までというかここまで本当にこれは近いのでもしちょっと来られたらね、ここまでは来た方がいいんじゃないかなと思いますねそんなにこう遠くないんでさて、まあ、それではちょっとお参りさせてもらいます今お参りをさせてもらいましたこれねすごいですねこっちがちょっと行ってみようかここちょっとこうなんかあったような気がするんですよねおおこれはしかし怖いですねそ向こう行くのはもうこれぐらいにしておきますでも綺麗なこれあ、でもなんか恐ろしいあ、ちょっと怖いなんかズグエド落ちたらもうこんな話にならんもんなはいはいそれではここが灯台ですねよいしょ灯台にやってきましたすごいですよ、これこれは大変すごいですで、あれが石間ですねこちらに見えてるのが、まあ、あの鴨田岬なんですけどねこの前にあるこうちっちゃい島ねこれ何時だったかな、まだちょっと調べておきます今日もね、テネレの700でこれいいツーリングができましたねこれ素晴らしいですでそんな距離も近くないんでね私にとっては、これなかなか来てみるだけのこれ価値がありますよ皆さんもまたこういうとこねやってきたらいいと思います素敵ですこれはそれでは今から帰ることにしますさてそれでは失礼しますす1箇所だけでもないんかよくわかりませんけどこの椿止まりのとこからこう反対側の半島の反対側へ行く、まあ、山越えの道があるんですけど今それをこれねちょっと通っています綺麗な感じの綺麗な道やなほんまになんか楽しいなこれ景色のすごくいいところがあったらいいのになおおこれは阿南国際海洋センターで、
この辺の道もワイルドだな、これ。おっつい、ね。以前一回こっち来たことあるんよな。今回はこれおっつい久しぶりやけどね、これ綺麗な。本当に綺麗なわ。おお。すいません。いや、どこも行け、単に楽しくてこれで走ってるだけです。はい。うん、ほうやね。どうも。綺麗なとこやね、ほんまに。おっつい、いいですよ。ここは、なんか本当にこう。よいしょ。すごいな、この道もな。前も一回来たけど、なんかすごい買ったというイメージはあるけど、久しぶりやけど忘れとったらやっぱりごついわ、これは。ほんまに楽しいな、これ。まあ、こっちはもともと来る予定ではなかったんやけど、こそテネレ700のまあ出番っていう感じか、これ、大菩薩峠でちょっとコーヒーいただきました。今から帰ります。見てくださった方々本当にありがとうございました。最後は大菩薩峠でお別れしたいと思います。バイバーイ。